はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。えー、今日はね、僕の今後の活動の話と、あの、病状について話そうかなと思います。結論から言っちゃうと、ちょっとね、あの、活動の方を休止しようかなと思ってます。で、どれくらい休止するのかっていうのは、ちょっと決めてなくて、まあ、1ヶ月かもしれないし、もうちょっと長くなるかもしれないんですけど、えー、ちょっとね、お休みします。で、なんで休止に至るかっていうと、 去年の10月末ぐらいにそのね、あの、手術したじゃないですか。開峡手術して、まあ、腫瘍を取ったんですけど、で、その後もう結構割と僕、術後1ヶ月後ぐらいにすぐ復帰して、配信とか動画を始めたんですけどね。えー、ま正直言うと、まあ、ちょっと早く復帰しすぎたかなっていうのがあって、手術直後の僕は、当時はね、すごくこう、早く復帰しなきゃって思ってたんですよ。 自分ではどうしようもできない病気になっちゃって、手術して、で、やっぱり配信者としては、こう、ね、数ヶ月、一ヶ月とか、なんかね、それぐらいこう、休んじゃうってなると、やっぱすごく焦りがあって、ね、やっぱ見てくれなくなるんじゃないかとか、忘れられちゃうんじゃないかってか、なんかそういうプレッシャーみたいなのもずっとあって、昔からこう、自分以外の理由で休むことがすごく嫌いだったんですけど、で、まあそういうプレッシャーもあって、すぐ結構早めに復帰したんですよ。 で、しばらく顔出しもできない状態だったから、まあ顔出しなしでとりあえず動画を撮ってたり、配信もしてたりしたんだけど、まあでもやっぱ自分の中では満足のいく動画を出せてなかったりとか、手術以前の僕だったら、そんなこんな喋ってないシーン使わないのにっていうところも使って動画にしたりとか、なんか、まあ自分の中で納得のいくクオリティの動画を出さずにずっと、なんか、ダラダラと、自分の中ではダラダラと、 続けてたんですね。で、そんな状態でこう続けてたら、まあちょっと限界来ちゃったというか、まあなんか自分が想像してたより、の手術のもう体へのダメージもそうだけど、なんか精神的にのダメージも、なんか自分が想像するより結構あったなっていう状態になって、なんか最近の配信もね、全く喋れなくなっちゃったんですよね、こう配信してて。なんか、 なんか本当にこう声が出せなくなっちゃうっていうか、でまあ、以前、その僕はね選手時代にちょっとう鬱、まあ、状態っていうか、まあ、そういう状態になっちゃった時に似てて、まあ、その練習中に全く声が出せなくなるみたいな、まあ、それ今の僕の状態はその当時ほど、以前の、ね、状態ほどひどくはないんだけど、でも、配信中喋れなくな,なるっていうのは結構、まあ、やっぱまずいなと思って。 でこんな状態になっちゃったのもその僕が今までやってきた COD、Wall of Duty と筋トレが今、完全にどっちもない状態なのでなんかどっちか2つがもしかしたらこうできるようになったらなんかすんなり治ったりするのかなとも思ったりするんですけどでも、やっぱその自分の中で一番大きかった2つが完全に今ない状態で配信するにしてもやっぱ Apex とかをなんか今まで楽しいとか。 こういうものを作りたいとかこういう配信にしたいとかそういう気持ちでやってたのにもう完全になんか義務感っていうかもうやらなきゃいけないからみたいな本当にその気持ちだけでやっちゃっててまあもう自分自身も面白くないし配信も面白くないしもう完全にその楽しむっていう気持ちは1ミリもない状態で。 だからもう喋ゃれなくなったりとかしてたんだと思うんだけどまあだからちょっと休もうっていうまあ休もうっていうかもう正直できてないできてないからもう一旦やめるしかないっていう状態かもしれないですね配信はとりあえずやめてで動画に関してはまあちょっと出せる範囲で出した方がいいのかなと思ってたりするんですけどでもまあコンスタントに出せるかどうかはちょっとわからない かな自分でもで休止の期間はちょっとプライベートのゲームの時間をちょっと増やそうかなと思ってて、まあ、ゲーム自体はちょっとしますでその今までこう動画のためにとか配信のためにってやってたゲームじゃなくてほんと自分自身がやりたいというか、ね、ゲームを楽しめるようにちょっとプライベートの、ね、プライベートな時間にゲームをするっていうことをちょっとしようかなと思っててだからあの他の配信者とさんもね是非僕あの全然ゲームはやってるんで誘ってください で次にあの病状の話なんだけどで腫瘍ね開胸手術して腫瘍を取って約4ヶ月ぐらい経ちましたね術後4ヶ月であの筐体あのギブス的なやつはとりあえず外せましたで重いものはまあとりあえず3キロ以上まあそんな重いものは持ってないけどまあ3 k ロ以上ちょっとずつね持てるようにはなってきてるのかなっていうのとあと寝返りがね打てるようになりましたね で、お医者さん的にも、まあ、こう、骨、ここの胸骨の部分は、まあ、順調に回復してて、とりあえず今のところ再発の可能性はないだろうっていう話なんですけど、で、その骨がね、こう、まあ、胸骨こう、パンって切ったんですよ。切って開いて、で、こう、つなげて、で、なんかワイヤーとかでこう、ぐるぐる今、止めてるある状態、骨を巻きつけてある状態。で、普通であれば、まあ、きにこう、輸着していくんだけど、なんか、 この僕の強行す上の部分、上の部分の中の方だね。中の方がちょっと完全に癒着しない可能性があると、なんか今んところその中の部分が今つながってない状態で、普通こうペタンってなるところが、ちょっとこう真ん中の方がこう、こうね、空洞ができちゃってる状態で、普通の生活する分には大丈夫だろうって。 感じなんだけど、まあいわゆる前みたいな高強度の筋トレみたいなのができるかどうかはちょっと怖いねっていう話で、まあその手術前とかなんかダンベルプレスこう片側40キロとかやってたから、まあそういうのはちょっとできないかもしれない。うん。お医者さんも正直分からんっていうだらこういう手術するの大体その高齢者の方だから、こんな 強度の筋トレやってる人はあんまりいないから、正直わからんっていう状態で、回復してきたら少しずつずつ、まあ、筋トレは多分始めていくとは思うんだけど、まあ無理をせず、まあマシンの、マシンからちょっと少しずつ軽い重量でやってみようかなとは思ってます。無理にこう、ふんって踏ん張ったらもしかしたらこう、パッカーン行くまあ行かない、行かないと思うけど、まあちょっと調子に乗りすぎないようにはします。まあ病状に関してはそういう状態ですね。まあ順調に。 回復はしてきてるので、えーね、ごみなさんご心配おかけしました。というわけでちょっとね、活動の方お休みします。特にあの、YouTube とか Twitch の,のサブスクしてくれてる方には申し訳ないんですけど、もう全然、あの、外してもらって構わないので、しばらくちょっと動かないと思うから、えー、よろしくお願いします。というわけで、お疲れ様です。まあ皆さん、あの、帰ってきたらぜひ、あの、見に来てやってください。というわけで、えー、お疲れ様でした。